そして前半アディショナルタイムの追加点、ところが後半に入って山岸選手が決定となります。そして途中入ってきたレッドの秋元選手にゴールを喫します。どんな思いが心をよぎったんですか？いや本当は決めて少しこう余裕を持った試合にできればよかったですけど、外してくれたので、やっぱり浦和さんも力ありますし、最後は本当どっちに転ぶか分からなかったので、本当全員でしのいだ試合だったと思います。さあ11勝のレッツ2勝ビフォーザゲーム、そしてゲームピッチに立って対峙した時、相手はどんな相手でしたか？まずレッツサポーターの方がこの試合の雰囲気を作ってくれたと思いますし、また素晴らしい選手たちが別にいて、今年も優勝争いをする、こういう大会でも一緒に上がってくる素晴らしい大きいチームだったと思います。そういった素晴らしい相手とこの舞台で戦えたことがすごく嬉しく思います。そしてチームのリーグ記録8を超えるためにはまた3試合勝ち続けなければなりません。その相手が一つ増えているということもありますが、意気込みを聞かせてください。残り3試合、8以上、3試合以上超えなきゃいけない壁だと思いますし、カップ変わりますけど負けられない試合だと思うので、ベストを超えれるように頑張りたいと思います。そして確かに連休の中身ではあるんですけれども、遠路はるばる福岡からやってきてくれたサポーターの皆さん、そして今後の意気込み決めてください。前選手、今日は素晴らしい応援をありがとうございました。このユニフォームに星を1つつけれて0から1に変わったんで、ここからもともと増やせるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。改めておめでとうございます。